ダニエル・アーランドソンは、スウェーデン出身のヘビメタルドラマー、アーチエネミーなどで活動。アニエドリアン・アーランドソン、アニエドリアン・アーランドソンの影響でドラムを始める。エイドリアンは、アット・ザ・ゲイツや、ザ・ホー・オン・テッド、クレードル・オーブ・フィルスで活動していた名手である。1989年、ベディッジ出身のメロディック・デスメタルバンド、ユーカリストに加入。 ユーカリストは1991年に一度解散するがすぐに再結成し、1993年にウロング・アゲイン・レコードからエーベルベッドクリエーションをリリースしデビューする。しかし、各メンバーが様々なバンドに参加するようになり、ユーカリストはデビューから間もなく解散する。ダニエルは解散後の1994年にイン・フレームスのミニアルバム、 サブタレーニアンの2曲に参加している。さらに、同年には、アット・ザ・ゲイツのメンバーの多くが参加していたことのあるライアーズ・イン・ウェイトに参加。翌年、バンド名が変更され、ディー・ボー・リーックとなっても在籍したが音源には参加せず同年に脱退。同じく1994年に、デスラッシュバンドのザ・エンドを結成。しかし、音源は残さず1997年に解散した。 1995年にはメロディックデスメタルバンドアーチエネミーのデビューアルバムブラックアースにゲストで参加をする。そして再々結成したユーカリストに復帰し、セカンドアルバムミラーワールズをリリースするが、1998年に解散した。同年アーチエネミー内でセカンドアルバムのレコーディング中にピーター・ウィルドアーが脱退。自身が公認として、 正式に加入した。以後、同バンドをメインとして活動していく。アーチエネミー在籍時2000年からは、アーチエネミーの同僚、クリストファー・アモットのサイドプロジェクト、アルマゲドンにも参加した。また、2007年に、カーカスが再結成する際、元ドラマーの剣応援が健康上の問題で、復帰できなかったため、ダニエルが加入する。しかし、2012年に、 アーチエネミーでの活動に専念したいという意向から、マイケルと共にカーカスを脱退した。また、時期は不明で、音源には参加していないが、ヘビーメタル、グルーブメタルバンドのリベンジアンに参加していた時期がある。2008年に、角田博のドラムクリニックにゲストとして呼ばれ来日、角田博との対談も果たしている。ブラストビートなど早くて正確なドラミングを得意とし、頻繁に、 テンポチェンジする曲でも演奏が乱れることはない。ドラマーとしての腕前は非常に高く評価されている。また、ドラムの他にギターも演奏することができ、作曲面でもバンドに貢献しているマルチプレイヤーであるマイケル・アモット曰く、なかなかの腕前で普段ギタリストが考えつかないフレーズを弾くとのこと。アーチ・エネミー初期は作曲にクレジット、使用楽器は日本の パール社製のシグネチャーモデルなど、ありがとうございます。